ヌンクンはヌンミネとクンミネという二つの山を含むヒマラヤ山脈の3階である。ヌンミネとクンミネの標高はそれぞれ7135メートル、7077メートルとなっている。ヌンクンはインド、ジャンムーカシミール州のインドの管理ラインの内側に位置しており、ヌンミネがインドの現状での最高峰となる。インドが領有を主張するカラコルム山脈の一部には、 さらに高い峰が複数存在する。ヌンクンはジャンムーカシミール州の州とシュリーナガルの東250キロの地点、鶴ルダニの近くに位置している。クンミネはヌンミネの北に位置し、それぞれは幅4キロの雪原に隔たれている。標高6930メートルのピナクルピークが3階のうちで3番目に高い峰となる。 この地域の探検に関する最初期の記録としては1898のアーサー・ニーブによるものが挙げられる。ニーブはその後にも3回、1902年、1904年、1910年とこの地を訪れている。1903年、オランダの登山家、ヘンリック・シレムが2つの峰の間の平地を発見している。彼はこの時に南の標高6400メートル地点に、 到達している1906年、著名な探検家夫婦であるファニー・ブロック・ワークマンと、彼女の夫である、ウィリアム・ハンター・ワークマンはこの3階の、第3方である、ピナクル・ピークに登頂したと主張した。彼らはさらに3階の周囲を後半に探索、地図を作成した。しかし彼らの主張のうちのいくつかには審議に関して、論争が残っている。 さらには三角測量の基準点が少なかったため、彼らの作った地図は役に立たなかった。イタリアの登山家、マリオ・ピアチェンツァが1913年、北東の尾根をたどるルートからクンミネに発、登頂している。しかしその後しばらくは、クンミネの登頂に成功する者は現れず、2番目の登頂は58年後のインド陸軍の探検隊を待つことになる。 一方のヌンミネーのアタックは1934年、1937年、1946年と3度に渡り失敗しており、1953年に初めてバーナード・ピエールとビエール・ビトを率いるパーティーにより初登場がなされた。このパーティーはフランス人、スイス人、インド人、セルパからなり、モラビア出身の宣教師であり、登山家のビエール・ビトーと、 女性登山家の草分けであるクロードコーダンの2名が山頂までを踏破した。以降は他のルートも開拓されていった。北西のルートは1976年の10月27日と28日にチェコの探検隊によって初めて踏破されている。この3階へは軽切る、または霊からのアクセスが容易である。ヌンクンを望むザンスカールより、 霊に至る道より望むぬんくん。ありがとうございます。